まずは赤コーナー白川美奈選手の入場です。ブルースターズ・ボクシング部の所属を申し上げます。リングの中に白川になって、ブルースターズ・ワンマネル、デビュー・ガーズ選手。ガーズ入れ、中ほら。あー、何を踊ってんだ、これ。ブルースターズ・ボクシング部。OK!目標のスパラ封印、そしてその上で勝ったじゃない。やっと渡辺桃に私は勝てた。そんなちゃんみんな言いたいことがあります。私とうなぎとさきの3人でアーティストのベルトに挑戦したい。私はねたむたむ小杖の勝利の女神ヴィーナスになりたいな。頑張る。今日負けたからいろんないよね。白川美奈、クソババア、てめえ一回勝ったくらいで調子こいてんじゃねえぞてめえこら。挑戦これにいいよ、受けてやるよ。ああだけどてめえらごとき消化試合にしかなんねえんだよ。まあ消化試合でも今世紀最大の恥かかせてやるよてめえ。恥かくのはてめえだ。
シングルとかですかね。まあ、なんかスパナー封印とか、まあ、いろいろ言ってたけど、結局私のこの今年のファイブスターは私の今の夢の白いベルトをに近づくためのリーグ戦だと思ってるから、最多防衛、白いベルト最多防衛の記録持ってる渡辺桃に勝ったのは私の中ですごい大きな一歩、これを重ねてって絶対に夢に近づく、絶対に夢は諦めない。そしてアーティストのベルトポズエン&カラーズで取ってやる。恥をかくのはスパナー依存症の渡辺桃だからね。真夏の最強女子決定戦、スターダム5スターグランプリ。戦いの女神たちが灼熱の日本駆け抜けてやるよ。宇宙一きらめくスターダム。スターダムシンデレラオーディション2022開催決定。プロレスラーになりたいと思っている皆さん、スターダムのリングは自分を輝かせることのできるリングなので、皆さんぜひ一緒に戦いましょう。月額920円でスターダムが見放題。公式動画配信サービススターダムワールド、試合はもちろんオリジナルコンテンツも盛りだくさん。スターダムワールドで検索。女子プロレススターダム公式チャンネル、最新の試合映像から記者会見、生配信、バラエティ企画まで、キラキラ輝くスターダムの今がてんこ盛り。今すぐ登録。